はい、知多半島サイクリングロードのパート5です。普通の歩道ですが、こっちで合ってるようです。綺麗な歩道ですが、結局また未整備区間になったってことですか。まあでも、こういう歩道ならいい気もする。標識ありますね。ここ左折ですね。歩道もなくなった。道合ってるんでしょうね。左側は半田運動公園というところらしい。未整備区間といっても、この辺りは交通量の少ない道を選定してるってことなんですかね。こういうところの場合、自転車道であることを路面に色で識別してもらえないですかね。さて、 T 字だぞ。どっちだ？案内図で確認すると、
こっちに行ってどこかで右折するみたい。どこで右折するんだろう。ここかな。多分合ってるはず。大通りに出るぞ。これを渡って左折し、道沿いに行くはず。標識ありました。この辺りは歩道を兼ねている感じですね。まあこれはこれでいいでしょう。そういえば、きっと他の人たちは紙の案内図なんて見ながら行かないですよね。スマートフォンとか使って地図を確認しますよね。いやはやアナログ人間でお恥ずかしい。今回の自転車道は終盤知多半島道路沿いを走るはずなので、このまま知多半島道路にぶつかるまで行くんでしょうか。思いのほか快適です。
それにしてもなかなか知多半島道路に着かないですね。はい、というわけで今回はここまでとします。自転車道っぽいところはなかったですが、この最後の歩道はなかなか快適で良かったです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。